TPP の日米交渉は残る争点が自動車と豚肉の関税問題に絞られ来年2月までに大筋合意する可能性が高まっていることが分かりました日米交渉では牛肉と豚肉米などの農産品の輸入関税やアメリカが日本の自動車にかける関税が焦点です関係者によりますとこのうち牛肉は関税率9%を軸にほぼ決着していて 残る争点は豚肉の輸入急増を防ぐ緊急輸入制限措置の扱いや自動車の安全基準の見直しと自動車部品の関税に絞られたということです来年2月までに日米両国が合意すれば参加12カ国も大筋合意し首脳会合を開かずに共同声明で発表するという見方が浮上しています